廃墟の中のコイラブアマングザルインズ、ウィリアム・モリスとの共作のステンドグラス、デイビッツ、チャージ2ソロモンマサチューセッツ州ボストンにある、トリニティ教会、ウィリアム・モリスとの共作の、制裁装飾トリニティ教会の、ワンシップ・オブ・ザ・シェパーズを描いた窓、コフェチュア・オート、小敷娘・キング。カフェッチ・ザ・ベガー・メイド、現在ロンドンテート・ギャラリーにて展示バーミンガム、 ベネッツヒルのブループラーク初代順断尺、サー・エドワード・コーリー・バーン・ジョーンズは、イギリスの美術家。ラファエル・ゼンパと密接な関係を持つデザイナーで、ラファエル・ゼンパを、イギリス画壇の主流に押し上げた。同時に、自身も数々の成功で美しい芸術作品を作り上げた。フィリップ・バーン・ジョーンズの父である。バーン・ジョーンズは、バーミンガムのベネッツヒルで、 メッキ氏の息子として生まれた。彼の成果には、その誕生を祝うブループラークが掲げられている。彼が生まれて6日と経たないうちに、母親が亡くなり、父親と、冷淡な家政婦によって育てられた。バーミンガムのキング・エドワード6世、グラマースクールに通い、1848年から1852、さらに、オックスフォード大学、エクスターカレッジで進学を学ぶ。 オックスフォード大学では、ウィリアム・モリスと友人になり、ジョン・ラスキンに感化された。同じ頃、その後の彼の人生に大きな影響を与えることになる、トマス・マローリーのアーサー王の使徒であった。それから、バーン・ジョーンズは、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティの下で学ぶことになるが、彼特有のスタイルを発展させたのは、むしろラスキンたちとのイタリア旅行によるものが大きい。彼は、 聖職者になるつもりだったが、モリスの影響で美術家、デザイナーになることに決めた。結局学位を得ることなく、オックスフォード大学を卒業。彼はイギリスのステンドグラス美術の伝統の復活に打ち込むようになった。彼のステンドグラス作品には、フィリップ・ウェブが設計したカンブリア州ブランプトンのセント・マーティン教会の窓などがある。 1856年、バーン・ジョーンズは、マクドナルド姉妹の次女ジョージアナ・マクドナルドと婚約した。彼女は画家になる勉強をしていて、バーン・ジョーンズの妹とは、昔からの学友であった。1860年に二人は結婚したが、以後も彼女は、木版画を描き、ジョージエリオットとは大の親友になった。1867年、バーン・ジョーンズ夫妻は、 ロンドンのフラムに今日構えた。1870年代のほとんど、バーン・ジョーンズは展覧会を開かなかった。バーン・ジョーンズはモデルであった、ギリシア人、マリア・ザンバコと不倫関係になり妻の元を去っており、そのために、新聞史上で批判されていたからである。二人の関係は、彼女の公衆の面前での自殺未遂で幕を閉じた。同じ時期に、 ウィリアム・モリスの妻ジェーン・モリスは、ダンテ・ゲーブリエル・ロセッティと恋仲になっており、ジョージアナとモリスは、次第に、友情関係を深めていった。結局、バーン・ジョーンズ夫妻も、モリス夫妻も別れることはなかったが、ジョージアナとモリスは、生涯近しい友人として交際していた。1877年、グローブナー・ギャラリーで、欺かれる。 マーリン・ザ・ビガイ・リング・オブ・メルルーンを含む8点の油彩画の展示を承知させられた絶好のタイミングだった。彼は新しい単美主義の先駆者を呼び、スターとして取り上げられることになった。絵画同様、彼はセラミックスのタイル、ジュエリー、タペストリーなどの様々な工芸品も制作した。他にも本の挿絵、舞台衣装などを手掛けた。 1880年、バーン・ジョーンズは、サセックスのブライトン近郊にある、ロッティン・ディーンの、プロスペクトハウスを購入し、別荘とした。さらに、ノース・エンド・ハウス建設のため、隣のオーブリー・コテージも手に入れたを着想させ、また舞台となった。オックスフォード大学から、1881年に、名誉学位を、授与、さらに1883年には、 特待交友となった。1885年、バーミンガム芸術家協会の会長に就任。1894年にはナイトに助せられた。1896年、友人のモリスの死に精神的打撃を受け、バーン・ジョーンズ自身の健康も徐々に悪化し続けた。そのまま回復することなく、1898年6月17日、永明。6日後。 プリンス・オブ・エールズの仲介で、ウェストミンスター寺院で葬儀が執り行われた。芸術家が、そのような光栄に良くしたのは、初めてのことだった。埋葬されたのは、家族と休日を過ごしてきたロッティン・リーンの、教会付属の墓地である。近現代美術、抽象表現主義が主流となった、美術界にあっては、バーン・ジョーンズは久しく時代遅れなものになったが、 1970年代中盤になって作品の再評価がなされるようになり再び賞賛を得ることとなった。特にイギリス絵画に及ぼした影響は少なくなく1989年にロンドンのバービカンアートギャラリーで開かれた大規模な展覧会の目録には詳細な記述がなされた。また1889年以降のフランスの 象徴主義の中にも大きな影響を与えている。さらに、アルジャーノン・チャールズ・スウィンバーンの死にも霊感を与えた。スウィンバーンの1886年の詩、ボエムズ・バラーズは、バーン・ジョーンズに捧げられている。彼が将来を気にかけていた息子フィリップは、肖像画家として、成功を収めた。溺愛した娘マーガレットは、モリスの友人兼電記作家で、 1911年から1916年まで、オックスフォード大学で死の教授を務めた、ジョン・ウィリアム・マッケールと結婚した。バーン・ジョーンズの工房で助手をしていた、チャールズ・フェアファックス・マレーは、しなき後も、絵を続け、画家として成功したばかりでなく、後には、重要な収集家、尊敬される、美術賞にもなった。1903年から1907年の間、 彼は、バーン・ジョーンズやラファエル全般の描いた多数の作品を市場価値よりかなりの安値でバーミンガム美術館に売却した。現在、バーミンガム美術館は世界で最も多くのバーン・ジョーンズのコレクションを有している。その中には、1897年に美術館の委託で描かれた巨大な水彩画、ベツレヘムの星スター・オブ・ベツレヘムも含まれている。 その絵は、その地で育った若き日の JRR トールキンに何がしかの影響を与えたであろうと信じられている。また、1890年代あたりから始まった芸術家たちのバーミンガム派バーミンガムグループにも強い影響を及ぼした。ありがとうございます。